到着。ちょっと雲がかかってるけど、まだ明るくてよかったね。本当に。難しいです。本当だ。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよ。やっぱ入りたくなる。綺麗。こちらが星野リゾートに宿泊した人だけが朝日とか見に来れる浜辺になっています。ちょっと海が引いちゃって浜ばっかりに今ちょっとなっちゃってますね。今が9時ぐらい、朝の9時ぐらいです。ここまで来るのにちょっと木と虫が多かったので苦手な方はちょっと来るのが大変だと思います。こんな感じでした。一番ちびっこの水牛さんでございます、ね、ちびっこなんだ。頑張って。体が一番軽くてね、ちっちゃいあのオスの水牛さんですね。乗ってる間はね、ちょっとお尻を眺めていただくことしかできないんですけど、ゴールに着いたらお顔の方もね、ご覧いただけます。顔がね、非常に可愛い子で、テレビにも出たことあるしね、観光雑誌にもよく載ってる。多分うちの会社では一番有名な、ね、へーすごいね。でかっ。まあ、頭のいい生き物なんでね、人間の年齢に直すと3歳の子供と大体同じぐらい の知能を持ち合わせてるというふうに言われております。ちゃんとうんちもね、教えてくれるし、まあ、コースも自分で覚えてますしね、まあ、人間の言葉も簡単な言葉であればちゃんと聞き分けることができますので、基本的にはちゃんとお仕事ね、真面目にしてくれます。よし、ナブナブいくよ。ナブ、行こう。ナブ見えてまいります。かわいい。今年は綺麗ですね。
年によってはね、ちょっと残念な年もあるんですけど、今年は本当に綺麗ですよ。特に左側ね、この鳥はあのテレビの取材とか雑誌の取材でよく取り上げられてるね、あの竹富島を代表する、ブーゲンビリアの通りでございます。あるもんね。自転車。あ、でも行けるかな、ピンク。1時間400円。で、2時間かけます。よいしょ。いいね、いいね。海地浜にやってきました。すごいね。あの僕甘田さんどれでも甘田さんやる。